このニットボリュームあって可愛いですよね。ご試着何点ですか。どうぞ。ご試着何点ですか。プリーツスカートです。プリーツ何点ですか。あちらまでお持ちしますよ。そのシャツってどちらのなんですか。ユニクロですか。全然見えなかったです。今日絶対買います。ありがとうございました。よかったらご試着もできますので。ポイントカード進めて。無料でお作りできますよって朝礼で確認したよ。お待たせしました。ありました。久しぶり。会いたかった。いつぶり。あ、昨日ぶりか。今日は仕事終わり。あ、まだ大学生か。かおりちゃんって今、みきちゃんか。ごゆっくりどうぞ。これ着せたの誰。これえ、意味が分かんない。途中だよね。これまだ途中だよね。それが寒そうだからとりあえずその辺にあったの着せたってことだよね。私休憩中座らなーい。多分立てなくなるもん。あ、もう向かってます。あそこの信号長っ。何あれ。お前も気をつけた方がいいよ。はぁ、もう行こうぜ。マジでごめん。てか今日かわいい。あ、ごめん、ここね。俺ゴジラって一瞬パチンコ屋かなとか思ったけど、あ、ゴジラね。申し訳ない。田町と田無間違えた。あ、俺遅刻？あー、ごめんごめんごめん。マジかマジか。ごめんごめんごめん。ごめん、今日荷物受け取んなきゃいけなくて、待ってたら遅れた。いやいや、今日じゃなきゃダメだった。レートレート。レート小籠包。まあ、遅刻してイライラしてる人は時間の使い方下手なんだよ。別のことしてりゃいいじゃん。申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。行きましょうか、行きましょうか。あ、いいよ、走んなくて。どうせ遅刻だからゆっくり行こう。あ、まあ、夏だし。お邪魔します。あ、こんにちは。チーズケーキっすか。あ、じゃあ食います。いや、動物の森か。動物の森の喋り方になってる。ケンタさん、こんにちは。あ、もう始まる？はい。ああ、これ親が買ってきた。なんて書いたんだろう。エンジェル？あー、どっちかな。
キノコの山。いや、やりたいことやりゃいいじゃん。なんかあったら俺が守るし。マジか。了解。え、もしかしてお前あれ？だから悪いことすんなって言ってんじゃないの。ダサいことすんなって言ってんの。YouTube で俺の普段の生活とか私服とか考え方とか上げるチャンネル作って1ヶ月で登録者30万人にしたいから編集やってくんない？え、イケメンってすぐ飽きるくない？撮るよー。はい、チーズ。撮るよー。はい、チーズ。早くし、あやこ、あ、ね、写真撮ろう。ゴー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 。私履歴書の写真自撮りので出してやった。